ちょっと重たい話しますよ。2ヶ月前に36週で死産をしました。検診も問題なく順調に大きくなって、原因は不明のままです。臨月前に死産というのはなかなかないと言われましたが、不育症の可能性はありますか？うん、ないと思います。不育症ではありません。もうね、臨月前、36週だからね、もう臨月前に、っていうか臨月だよ。36週は37週から正規産で36週から臨月なので、臨月に入ってからの死産だからね、不育症っていうことはありません。ちゃんと育ってくれる。じゃあ原因何やったら、もちろん分からへんけどね、これっていうのは言えないけども、まあでもね、死産の一番大きなすごい比重を占めるのは胎盤由来とへその緒由来だとは言われてるんですよね。何かの拍子にそのへその緒の血流が悪くなったりとか、胎盤の機能がうまく働かなくなることで死産するっていうパターンが、まあ、いろんな理由がある中で結構の比重を占めると言われてるんですね。妊娠、特に後期に行けば行くほどそういう理由での死産が多いって言われているので、まあ、そういう何かがあったのかなとか、あとはまあ胎盤ってね、大体まあ40週寿命が平均なんですけど、だからまあ、ね、予定日超えたら早く産もうみたいな話、誘発かけようかみたいなことになるんですけど、まあ、中にはね、その胎盤がね、まあ、普通の人は40週ぐらい、ね、予定日ぐらいまで持つよっていうのが通常やけど、やっぱこれも誤差があって、うん、36週ぐらいで寿命を迎えて、いつもここであかんようになって、赤ちゃんももう大きくなれなくなって、ここで帝王切開になるんですっていうママいます。3人でみんなそうやったとかね。かと思ったら40週超えて42週になっても胎盤プリプリやん、老化しいのみたいな人もいるわけですよ。だからもう36週やってたから、もしかしたらなんか体質的にね、胎盤の寿命っていうのが、一人ちょっと短めで終わっちゃうタイプの 人っていう、そんな特性というか個性があったっていう可能性もあったりするのかなとかも思うし、まあ、原因わからないですけどもね、うん、36週だから私としては不育症とかそういうこともリスクっていうのは考えにくいなと思うから、次の妊娠すごい怖いと思うし、ね、なかなか踏み込むのはしんどいかもしれないんですけども、うん、でもね、次同じことになるっていうことはまずないと思うわ、うん、と思う、うん、思うな。あとは赤ちゃんのね、先天的な、染色体異常であったりとか、そんなこともね、あるかもしれないし、うん、次チャレンジしてみてほしいなと思う。繰り返すような理由ではないと思うんですよね。うん、でも、次回の妊娠時は30週で1回死産してるってことがあるから、多分、30週超えてきたら胎盤機能とかへその機能とか、次の妊娠の時、他の妊婦さん以上にめっちゃ見ると思います。そういう意味では、すごいセレブなんですよ。めっちゃ見てもらえるんですよ。リスクがもう分かってるからね。他の人はそんなリスク分からないから、そこまでやらない。それを次の妊娠ではやってもらえるってことになるのでね。そういう意味では、まあ、いいように言えばラッキーって思ってほしいかな。うん。ね、不育症ではないよ。大丈夫。うん。